こんにちは、新平です。 B リーグも終了していよいよ日本バスケットボールも東京オリンピックに向けた最終強化段階に入ってきています。今回から暁5ニュースと題しまして、東京2020オリンピックに臨む男子日本代表についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。まず最初に男子日本代表の今後の試合スケジュールについて見ていきましょう。まずは6月16日からアジアカップ予選が3試合フィリピンで開催されます。オリンピック代表候補を中心としたこちらの予選メンバー候補はすでに発表されておりますので、後ほどご紹介したいと思います。その翌週、東北、宮城と岩手でイランとの強化試合が3試合予定されています。こちらに関しては新型コロナウイルス感染対策に伴うアジアカップ予選からの帰国時の隔離措置を含め、スケジュール的にアジアカップ予選に参加したメンバーの出場は難しく、若手主体のメンバーになるのではないかと思います。そして7月7日からはいよいよオリンピック本番に向けた総仕上げとなりますけれども、日本生命カップというタイトルを冠したゲームを沖縄で3試合、ハンガリー、ベルギー、フィンランドといったヨーロッパの国々と戦っていきます。さらに翌週には埼玉に場所を移して、対戦相手は未定ですが、引き続き日本生命カップを1試合、ラストは7月18日に2019年ワールドカップベスト4の強豪フランスとソフトバンクカップで対戦していきます。その中でも今日は直前に迫った公式戦、FIBA アジアカップ2021予選についてお話ししていきます。はじめにアジアカップ予選の概要についてお話ししていきたいと思います。今回のアジアカップはインドネシアが開催地、8月16日開幕予定となっていまして、出場枠は16カ国となっています。まあ、賢明なリスナーの皆さんはお気づきになられたと思うんですけれども、東京オリンピックのバスケットボール競技開幕が7月25日、決勝と3位決定戦が8月7日、日本はもしグループリーグで敗退したとしても8月1日まで試合が組まれていまして、大変な過密日程になってきます。日本にとっては非常に短い期間で重要なコンペティションが立て続けに開催されることになるんですね。予選の開催方式ですが、24カ国が6グループに分けられていまして、まず各組上位2チームずつ、計12カ国が本大会の切符を手にします。さらにこの予選グループで3位に入った6チームは2組に分かれて二次予選を行うことになり、そのうち4チームが本大会進出。これで全16カ国の出場国が決まることになります。そして注目したいのが、本大会出場16カ国が FIBA ワールドカップ2023アジア地区一次予選の参加権を獲得というところにありまして、このアジアカップ予選はワールドカップの予備予選を兼ねているんですよね。で、先ほど重要なコンペティションと申し上げたのはここにありまして、アジアカップと2023年のワールドカップパリオリンピックというのは繋がっているんですよね。少なくともアジアカップ本大会に出場しないとワールドカップの予選に参加できませんし、ワールドカップの成績次第ではパリオリンピックのアジア地区代表として出場権を得ることもできますので、この3試合も非常に大事なゲームになってくるわけですね。念のため申し上げておきますと、 FIBA ワールドカップ2023はグループリーグを行うインドネシアと日本、そして決勝ラウンドを行うフィリピンでの共同開催となっていまして、日本は先のワールドカップ2019に出場するという FIBA からの条件を満たしたことで、すでに開催国枠での出場権を獲得しています。先後のオープンした沖縄アリーナが日本ラウンドでの会場となりますので、今から非常に楽しみです。ただですね、この後グループリーグのここまでの成績をご覧いただきますが、日本は全6試合の予選のうち、まだ2020年2月に開催された1試合しか消化できていないんですね。しかも先ほど今後のスケジュールでご覧いただいた通り、今回のフィリピンラウンドで日本が組まれているのは3試合だけ、残り2試合は未定となっていまして、しかもアジアカップ本大会まであと2試合を組める日程が全くないんですよね。開催地の変更など紆余曲折あった後に中止となった2021年2月の予選大会なんですけれども、まあ、この時もチャイニーズタイペイとマレーシアの参加辞退問題などもあったりしましたので、まあ、全試合消化せずに予選通過チームを決めるということもありえそうな感じですね。はい、続いてアジアカップ予選各グループの成績です。予選が全カード終了しているのは D グループのみとなっておりまして、まあ、ここではレバノンとバーレーンが本大会出場を決めています。日本のグループ B は2020年2月の最初のウィンドウしか開催されておらず、しかもそのウィンドウでも中止の試合が出ているので、全グループの中で一番消化試合数が少なくなっています。それからですね、サッカーなどをご覧になっている方は勝ち点の計算方法にね、非常に違和感があると思うんですけれども、 FIBA の場合は試合をこなすだけで1ポイント勝利してさらに1ポイントが入る計算になっています。そのため日本の勝ち点は1試合消化プラス1勝で計2ポイントなんですけれども、まあ、例えばグループ F のヨルダンなんですけれども、2勝しているにもかかわらず全敗ながら5試合を消化しているスリランカよりも勝ち点が少なく、まあ、順位が下という状況になっているので、このあたりちょっと注意が必要ですね。はい、改めて今回のアジアカップ予選3試合の日程、それと放送予定を確認しておきます。全試合15時30分から CS フジテレビネクストとザゾーンで放送配信されます。
フジテレビの地上波で録画放送もあるんですね。うち2試合は平日昼間ということで、少々ね、見るのが難しい人も多いと思うんですけれども、ぜひみんなで日本代表を応援していきましょう。はい、そしてそのアジアカップ予選に臨む日本代表候補のメンバーですね。こちらあくまで今回のアジアカップ予選のフィリピンラウンドにおける代表候補メンバーになっています。東京オリンピックの候補に入っている選手かどうかは右側の備考欄を参考にしていただければと思います。このメンバー構成であったりとか、まあ、あとグレアウトしている選手がいたりしますけれども、まあ、その考察であったり理由というのはこの後お話をさせていただきます。はい、先ほどお話ししたようにこの24名はあくまで今回のアジアカップ予選フィリピンラウンドの登録メンバーで、東京オリンピック本番やアジアカップ本大会のメンバーとはあくまで別のエントリーになるんですよね。でとはいえ5月14日に発表された東京オリンピック代表候補20名というのは全員登録メンバーに入っていますので、実質オリンピック代表メンバーを選出するためのゲームになっていくということになりますよね。各試合のエントリーメンバー12名はこの24名から選出というところがね、一つポイントではあるんですけれども、もともと日本バスケットボール協会が事前に公表していたのはこの文言と、あと最終的な遠征メンバーが誰になるということは公表しませんという話だったんですよね。ただしですね、ラマスヘッドコーチが6月12日の合宿最終日に行われた記者会見で、その下に記載させていただいた、遠征に参加するのはオリンピック代表候補20名から八村選手、渡辺選手、馬場選手を除いた17名というコメントを出したんですよね。でそこで判明したのが、いわゆる海外組の3選手は参加しないことと、オリンピック代表候補20名に入っていない4選手、ファジーカス選手、長吉選手、西田選手、テーブス選手は合宿にも参加していなくて、あくまでエントリー上のメンバーだったということですね。でさらにこれとは別に重要な情報もあって、試合ごとにメンバーを入れ替えていくという点なんですけれども、4日間で3試合、しかもね、公式戦をこなしていくというね、過密スケジュールの中、ベンチ入り12名だけではなく、バックアップメンバーも込みで臨めるということですよね。でこれは疲労、怪我のケアというのはもちろん、特に帰化選手は通常ね、1名しかエントリーできませんし、予選突破へ勝ちにこだわるというところはもちろん、オリンピックに向けての選手の組み合わせであったりとか、まあ、強化、テストという観点からも非常に大きな判断と言えますよね。はい、最後に今回のアジアカップ予選の見どころ、ポイントですね。大変申し訳ないんですけれども、私中国やチャイニーズタイペイに関する最新情報は持ち合わせていないので、日本の情報に絞ってお話しさせていただきます。まずやはり八村選手、渡辺選手、それに馬場選手も不在の中、中国に対してどういった戦いができるのかという点ですよね。2019年ワールドカップの予選では、4連敗スタートの日本が八村選手と渡辺選手、それにね、ファジーカス選手が加わったところで、あのオーストラリアに勝利して、そこから怒涛の8連勝と、一気に予選突破まで駆け上がったのは記憶に新しいところですよね。今年の2月に予選が行われる予定だった際には、中国はね、最強メンバーを揃えているという話もありました。中国は東京オリンピックの世界最終予選を6月末に控えていることもあって、このアジアカップ予選にフルメンバーで参加してくるのではないかと言われています。まあそういった意気込みが予想される中国に対して、日本が NBA 組抜きでどこまで戦えるのかというところが非常に注目ですよね。それから先ほども少し触れましたけれども、試合ごとにメンバーが入れ替えられる今回のラウンドで、帰化選手であるロシター選手、エドワーズ選手、この両選手の起用法ですよね。オリンピック本番に向けたテストという意味合いも兼ねるのであれば、万能型でプレーメイクをこなすこともできるロシター選手、あるいは当たり負けしない強いフィジカルを持ち、リバウンドでも大きな力になってくれるであろうエドワーズ選手のどちらを選んでいくか、これ重要な試金石になりますよね。その他にどういった選手を選んでいくか、さらにスターター起用していくかっていう点にも、この組み合わせとして強く影響していきますし、このあたりリスナーの皆さんも大いに関心があるところなのではないでしょうか。でさらにはオリンピックメンバー生き残りへ各選手の猛アピールが見られるであろうという点ですね。ラマスヘッドコーチは今回のアジアカップ予選終了後、八村、渡辺、馬場を除くメンバーを17名から15名に絞るともコメントしているんですよね。例えばワールドカップメンバーの最終候補に残りながら、本大会メンバーを惜しくも落選したものの、今回のオリンピック代表候補でも20名のところまでは残っている。ベンドラメ選手、渡辺飛勇選手、張本選手の3選手ですね。特にベンドラメ選手、張本選手はワールドカップ出場を決めたカタール戦のメンバーでもありましたし、ワールドカップメンバー入りを逃した当時の悔しさはね、非常に強かったのではないかと思います。彼らがオリンピックメンバー入りに向けて最後の追い込みをかけてくると思いますし、そのエナジーというところには注目していきたいというふうに思いますね。で同じくワールドカップ出場を決めたゲームのメンバーでありながら、怪我でワールドカップ出場が叶わなかった辻選手、それとね、近年は代表から離れていたんですけれども、ワールドカップ終了後2020年に入って代表へ戻ってきた今シーズンの B リーグ MVP 金丸選手、
まあ、リーグ屈指の得点力を持つこの2人が比江島選手や安藤シュート選手らウィングの選手とのポジション争いをねしていくというところも見どころですよね。それからフロントコートに目を移すとワールドカップでほぼ出場機会がなかったシェーファー選手、まあ、彼がやはり B リーグのこの2シーズンで急成長してきていますので、長い間日本人ビッグマンの代表として日本バスケを引っ張ってきた竹内康介選手とジョージ選手兄弟との競争も非常に注目すべきポイントですね。それとゲーム運びにも影響してくるポイントガードのポジションなんですが、ワールドカップではね富樫選手が怪我で欠場となって、まあ、登録上は篠山選手と安藤誠也選手の2名体制で臨みました。ただねファーストガードとして出場した篠山選手がやはりサイズのある相手ガードとのマッチアップでかなり苦戦しましたよね。で篠山選手に比べてサイズでもある程度戦える田中選手が、まあ、ワールドカップではプレータイムのほとんどポイントガードとして出場することになりました。で今回もスペインやアルゼンチンといった強豪相手にサイズのミスマッチというのは発生するはずですし、田中選手の起用法も含めガード陣のプレーは本当に大事になりますね。ラストは試合以外の様子で恐縮なんですけれども、まあ、新たに日本代表のサプライヤーになったナイキのユニフォーム、男子のゲームでは初お披露目されることですね。ネットのナイキストアで発売が予告されている日本のジャージとパーカーはね早く買いたいですし、同じような気持ちのファンの方も多いんではないでしょうか。で、アカツキ5というチームコンセプトがね最大限落とし込まれていた前回のユニフォームと比べるとデザインもかなりシンプルですし、日の丸やバスケットボール協会のエンブレムがね見当たらないのも若干気になるところではあるんですけれども、まあ選手たちが合宿で着用しているトレーニング T シャツ含め、まあ個人的にめちゃめちゃ気になっているので非常に楽しみですよね。当たっていたら営業妨害になってしまうかもしれないのでちょっと言いづらいんですけれども、まあ、もしかしたら今回のユニフォームっていうのはオリンピック本番で使うユニフォームとは違うかもしれません。オリンピック本番では新たなデザインのユニフォームっていうのが出る可能性もゼロではないんじゃないかなというふうに思っています。はい、いかがでしたでしょうか。今回はアカツキ5ニュースと題してオリンピックへ向けて最終強化段階に入った男子日本代表、その中でも6月16日に迫ったアジアカップ予選についてお話ししてきました。少し先になりますが、私もね埼玉で行われる日本生命カップとソフトバンクカップのチケット先行抽選申し込みました。まあ、まずはね当たるかどうかという話はあるんですけれども、今から非常に楽しみです。このチャンネルでは B リーグを中心に日本バスケットボールに関する動画を毎週アップしておりますので、今後もご覧いただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画概要欄に参考サイトなどの URL も貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってみてください。また今回の動画で何か発見があったとか面白いと思ってくださった方はコメントやご登録いただけると嬉しいです。ありがとうございました。